2009年のオリックスバファローズでは2009年のオリックスバファローズの動向をまとめる。この年のオリックスバファローズは前年途中から監督代行を務めた大石大二郎が監督を1年だけ務めたシーズンである。タフィローズやアレックスカブレラなどの外国人パワーや若手選手の積極的な起用などで前年の再開から2位に躍進した2008年の勢いをそのままに 大石監督の2年目がスタート。しかし、4月は12勝10敗と勝ち越すものの5月から始まった交流戦に負け越すと、6月は4勝14敗の借金10で一気に再開に転落。その後も、ロッテと再開争いをするが、故障者の続出などもあって9月以降は大きく、負け越して、借金30の大台に乗り越えのロッテに7.5ゲーム引き離され、 前年に位役心の原動力となった投手陣もチーム防御率4.58と崩壊。打撃陣はチーム打率274でリーグ2位を記録したが、盗塁数がリーグ5位に終わり、機動力不足が目立った。最終的に優勝の日本ハムや2位の楽天に20ゲーム以上離される惨敗で、A クラスは愚か2007年以来2年ぶりの再開で終わり。 大石監督は成績不振の責任を取り辞任した。公認の監督は阪神ウォービーでオリックス在籍経験もある岡田明信が就任。岡田新監督の下、チームの立て直しが始まることになる。日本生命セパ交流戦2009ありがとうございます。